ワールドインベスターズ TV 今年最後の生放送、東京六本木芋洗坂にあるワールドインベスターズトラベルカフェからお送りします。ワールドインベスターズ TV、 それでは66ライブスタートです。はい、世界経済を知る金融エンターテインメント番組ワールドインベスターズ TV の生放送、66ライブ最終回ということで、六本木のワールドインベスターズトラベルカフェからお届けしております。今回、もう年末年の瀬迫る最後の、12月30日ということでですね、証券取引所でも大納会が終わりまして、ワールドインベスターズ TV も、本年最後の生放送となります。最後ということでですね、月曜担当の MC ミスターマンデーこと、清水陽介さんに来ていただきました。清水さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、2011年の、終わりを締めくくるということで、はい、ワールドインベスターズ TV 的に選んだ10個の、2011年の重大ニュース、はい、ちょっと選んできましたんで、そちらの方ですね、ちょっと一個一個見ていきながら、この2011年の1年間を振り返ってみたいなと思いますんで。そうですね、いろいろありましたから ね、ありましたね。またいつものように切れ味のあるコメントをよろしくお願いします。はい、というわけで報道デスクの加藤さんに、重大ニュースの方を順次紹介していっていただきます。報道デスクの加藤さん。石田さん、本当にな、今年はいろいろなことがありすぎてですね、ありすぎでしょ。10個選ぶ方がなんか今年大変なんじゃないかなと思いますけどね。石田さん、今日30分で10項目いけますか。本当は3時間ぐらい欲しいとこですけどね。はい、そうなんですよね。10項目この後30分にわたってお送りしていきましょう。じゃあ石田さん、はい、スタートしましょうか。そうですね、まず第10位からカウントダウンしていきましょう。はい、はい、では第10位からお伝えしていきましょう。ワールドインベスターズ、ワールドインベスターズ TV 的今年の重大ニュース第10位はこちらです。円相場戦後最高値を更新。今でもですね、石田さん、清水さん、この円高続いているわけなんですが、まずはこれが第10位ということになりました。清水さん、これどうにかなんないもんですかね、この円高は。本当ですね、なんかあれですよね、やっぱヨーロッパとかアメリカとか、なんかうまくこう自国通貨安でなんか儲けてるとこもあるんじゃないかっていう。そうですね、それに比べて日本はなんでこう、まあ、スイスなんかもね、なんか介入徹底的にやるなんていう話ありましたけど、日本はなんかこう介入するとアメリカに文句言われてシュンとなってしまうんですよね。ただですね、個人投資家とか、まあ、海外旅行する人なんかからしてみたら、その海外のものを買ったりとか、海外旅行行ったりとか、あと海外企業の M&A とか、まあ、今非常に大バーゲンセール状態ですもんね。そうですね、ですからやっぱりこう円高なら円高で、じゃあ何をすればいいんだっていう話ですよね。まあ、円高だ円高だって困るのも確かに困るんですが、まあ、ただ困る困ると言っててもしょうがないということですから、そこでなんか方向性が見えてくるといいんでしょうけどね。そうですね、この円高したってまたさらに円高に進む可能性もあるでしょうし、今のままね、厳しい厳しいって言ってても、まあ、拉致は開かないですからね。そうですよね、ですからもう本当円高でじゃあどうやったらいいんだって、まあ、例えばその日本経済っていうことだけを考えれば、じゃあ内需振興でいこうということで、まあ、その製造業に関して輸出しているものに関してはもう外で作っちゃえと、そうですね、いう話もあるわけですよね。でなんか日本で輸入が安いわけですからね。そうです、それでこうなんかうまくいくところはうまくいくんじゃないかという手もありますんでね。どうですか、清水さん的にこの円高来年はどうでしょう。いつまで続きますかね。結構なんか皆さんこう円高だ円高だって言うんですが、ちょっとチャート見てみましょうか。ドル円相場、ドル円相場、はい、どれもなんかこうある程度いいとこ来たかなっていう感じでは思ってるんですけどね。だからまあアメリカの方の景気もだいぶ良くなってきてますんで、まあ、金利がここからまあ量的緩和QE3 はないだろうと。で日本の方はまだデフレですから金利は上がることはないと。それを考えますとやはりまあドルに関しましてはね、ちょっと強く見ていくんじゃないかなと思いますけどね。だいたい来年の相場の水準としては1ドル、まあ、ただ80円超えてくるとどうしても売りたくなってくるんじゃないですか。そこのあたりでしょうね。うまくいけば85、6円っていうところまでは戻るかとは思いますけど、1ドル100円っていうのはもうあれですかね、ちょっと厳しいんじゃないですかね、明日、まあ、来年1年という感覚で見た場合には。でもし1ドルここから100円ぐらいになるような状況ですと、どちらかというと日本売りという感じで、なるほどね、日本の国債がちょっとこう暴落してしまうような、そんなような印象が出てきてしまうかもしれないですね。わかりました、ありがとうございます。ではこのあたりで一旦お知らせを挟みまして、後半じゃない、第9位ですか、はい、引き続きいってみたいと思います。一旦コマーシャルです。
bustling metropolis, which is a focal point of cutting-edge technology and activity in a wide variety of fields. Together with Europe and North America, Asia is one of the three main regions of the world. As a financial hub of Asia, Tokyo wields substantial influence on the economic world. The Tokyo Stock Exchange is Japan's largest exchange and one of the world's most important securities markets.TSE accounts for an overwhelming share of more than 90% of the yearly trading volume of all stock exchanges in Japan. It's comprised of the first section, second section, and mother's equity markets. The derivatives market for both futures and options based on topics, a representative stock price index of Japan, and derivatives based on government bonds, which are important indicators of long-term interest rates.TSE also lists a wide array of other securities such as real estate investment trusts and other domestic and foreign investment trusts, thereby greatly contributing to the development of the Japanese economy. Now let's take a closer look at TSE, the main stage of the Japanese economy.はい、世界経済を知る金融エンターテインメント番組ワールドインベスターズ TV66 ライブの生放送最終回をお届けしております。ワールドインベスターズ TV 的2011年重大ニュースをお届けしています。それでは第9位の方行ってみましょう。加藤さん、はい、では第9位早速お伝えしていきましょう。第9位に登場したのがタイでの大洪水です。清水さん、とにかくこれは日本のサプライチェーンも含めてこの日本企業にとってはすごいこれは大打撃でしたね。そうですね、うん、特にその自動車関係とか、まあ、ハードディスク関係、うん、この辺り結構厳しかったですが、まあ、ただこれもどうですかね、 ある程度ここで逆に、まあ、こういうことが起きたから、うん、もう少しこう分散しようとかで、サプライチェーンの問題はもう今年にもいろいろありましたんでね、うん、ですから今後はやはりそういった意味でのこう見直し、トヨタもなんか在庫を持つなんて言ってましたからね。あそういったような流れというのは当然出てくるんでしょう ね、あと結構深刻なのは米ですよね。タイの米、世界の輸出第1のタイが確か4分の1の米がもうダメだな、ダメですね。種が流されちゃってるんで、農地としてもう一回再開するのに何でもかかるっていうことですよね。そうですね、まあ、食料事情というのはやっぱちょっと厳しくなるかもしれないです ね、来年以降の食料事情ちょっと注目ですよね、はい、というわけで次第8位ですか。第8位って言いましょう、はい、では第8位をご紹介していきましょう。米国債初の格下げが入っています。これは今年の夏でしたね。これどうでしょう、清水さん。そうですね、まあ格下げだからどうしたっていう問題じゃないんですよね、本当はね。本当はそうなんですよ。だから別に格下げしてるのだって別に格付け会社がやってるだけですから、見方によっては別に俺はもうアメリカ大好きだからもうトリプル A でいいよっていうような人がいれば国債全部買っちゃいますからね、全然問題ないです。まあ、あと格付け会社がね、最近なんかかなりなんか恐れられちゃいすぎてるっていうかね。だからあの格付け会社のいい加減さっていうのはあのサブプライムの問題で分かってるはずなんですけども、それでもなおかつここを信用しなきゃいけないっていう、まあ要するにまあ何て言うでしょうね、まあ、指標がないっていうことで致し方ないんですけれども、まあ、そこまでナーバスにするなることはないんじゃないかなと、ですよね、思いますけどね。だってあのアイスランドが破綻する直前まで格付け会社はアイスランドを AAA 出してたんですよ。そうですよ、そうですよ、サブプライムだってあんなものを入れながらと言いつつ、ね、それでトリプル A ですよ。それある程度の指標になるとはいえ、まあ、清水さんおっしゃる通り当てにならないっちゃ当てにならないから、だからどうしたって。そうなんですよ、ね、だからもう少しこう違う観点から見てもいいんじゃないですかね、と思いま す、 です、ね、はい、はい、で続きまして、第6位ですか。はい、では第6位に参りましょう。もう今年の1年はこの問題にも尽きるんじゃないでしょうか。ヨーロッパの財政危機深刻化です。石田さん、結局この問題って年越しですよね。そうですね、これどうなるんでしょう。ヨーロッパっていうものがあのユーロっていう通貨をね。そうですね、これはもういろいろとね、例の24時間テレビとかでも取り上げましたけれども、うん、あれ面白かったですね、私がユーロの大統領という設定でやりましたけど、いい提案を出してくださいってね、はい、あとどうですね、あのその時にも私言ったんですけど、根本的に解決するには、うん、要するに一言で言っちゃうとヨーロッパの銀行が大丈夫かどうかっていうところをチェックするのと、うん、あと要するにギリシャみたいなところに対してドイツがちゃんと
フォローできるかどうか。だから同じ民族であれば、例えば本当に、まあ、ここで困ってる人がいれば助けるんですけど、同じ民族ではないというところが一つ問題なんですが、まあ、これはどこでもあることなんですよね。同じ通貨でやる分には要するに経済の格差というのは当然ありますから、ですから要するにもうドイツがどれだけ、まあ、その辺をこう同じユーロだからしょうがないなって言えるかどうかだと思うんですよね。自分たちの、まあ、骨身を削って他の国をある程度支援するその心構えがあるかどうかってことです。そうです。だからそれの代わり、なんて言うんでしょうね、やっぱりギリシャもなんですか、アメリカの例えばドイツの労働力足りない時にギリシャの人がちょっと来て助けるとか、そういうのは相互補助じゃないですけど、そういったようなところが同じ国じゃない違う国の中でできるかどうかと。それができなければ本当ユーロ崩壊ですよね、逆に言えば。そうですね。ですからその不安感というのが為替にも乗り移って、例えばこのユーロ円、清水さん、これユーロ円100円割れとかってこの年末年始もありますよね。そうですね、まあ、あり得ると思いますけどね。ただどうでしょうね、ユーロの方も先ほど言いましたように本当にユーロの銀ヨーロッパの銀行がしっかりしてるっていうのと、ドイツがみんなを助けるかどうかと、これだけですから ね、 ユーロ100円なんて本当ありえなかったですからねそうですね。そうです。ですから清水さん、来年がユーロ円がドル円化しちゃって、もしかしてドル円とユーロ円がパラレルになっちゃったりとかそんなことないですよね。なんかカナダドルかみたいなそんな感じの、ね、感じですけどね。ただまあどうでしょうね、あのやっぱりこうみんながこうかなり消費感になった時というのは大抵そこになりますから、そういった意味でちょっとこう楽観視してみるっていう見方も案外いいかもしれないですよ。まあ楽観視するとすればもう今のうちにみんなフランスとかイタリア遊びに行った方がいいよっていう。そうですね、あの先月ですか、あの11月にもうちの息子もちょっとなんかヨーロッパ行ってきて、あ、行ってたんですか。ユーロ安いななんて言ってましたけどね。今のうちですね。日本人いっぱいいました。いたらしいですよ。日本人は今行けばかなりお得ですからね。そうですね。というわけでここで一旦お知らせを挟みまして、また後半で引き継ぎ第5位以降ちょっと、リストアップしていきましょう。一旦コマーシャルです。はい、Welcome to a world that the most influential companies call homeA world deeply immersed in liquidity, where new information erupts every day, where the view is brilliantly clear, and where products are bought and sold in the most efficient way imaginable. This is a world where opportunity is vast and futures look bright, where markets evolve at warp speed,and where investors have more choices than ever before. Welcome to a world that's growing with infinite possibilities. NYSE Euronext. One market, infinite possibilities.はい、世界経済を知る金融エンターテインメント番組ワールドインベスターズ TV の生放送、六本木のワールドインベスターズトラベルカフェからお届けしております。本年最後の生放送ということで、ワールドインベスターズ TV 的2011年を振り返る重大ニュースということで、第10位から第1位までニュースを、順次お届けしております。先ほど第7位をですねちょっと飛ばしてしまったので第7位からいきましょうか。加藤さん、はい、今年のラッキーセブンということになるわけなんですが、残念ながら今年の第7位というのはこちらとなります。アップルのスティーブ・ジョブズ会長死去ということです。清水さんはどうですか、アップル製品は使ってますか。そうですね、アップル製品あんまり使ってないんですよね。僕使いまくりですよ、これ、iPad でしょ、で、iPhone も持ってますし、で、これ iPhone4S と iPad2 なんですけど、これの古いやつ、iPhone の 3G と iPad も全部4台持ってるんですよなるほど、まあ、結構ね、便利そうだなとは思うんですが、いや便利ですよ、もうこれですごいね、ライフスタイルが変わっちゃいましたね。あ、そうですか。まあ、新聞とかも全部これに入っちゃってこれで読めるんで、ロイターとかブルームバーグとか日経新聞とか、まあ、全部この手のひらで新聞が読めちゃうし、便利ですよね。便利ですね。もうこれがなくてはもう生きていけないですよ。そうですね。でもやっぱりあのジョブズっていうのはこう、まあ、天才は天才ですよね。まあ、こういうものをこう開発してこれだけの人が便利だ便利だって使ってるんですからね。ですよね。ここまでのやっぱ功績っていうのは非常に大きいんじゃないかなと思いますね。そうですね。でも、何でしたっけ、 iPhone4S ですか。 4S が4スティーブだっていう説があったじゃないですか。あれは結構ちょっといいですね、話として。ちょっと
うるうるっとくる、ね、そうですね、感動の、ね、あの iPhone5 にしないで 4S にしたっていうのがね、そこはちょっといいんじゃないかなと思いますけど ね、スティーブナイス、ね、清水ですよね、ですけどね、あ、清水です、はい、じゃあ続いて、第6位ですか、はい、第6位いってみましょうか。ではですね、はい、第6位じゃない、5位か、はい、先ほど、ヨーロッパの財政危機ということになりました、はい、で第5位ということになります。キム・ジョンイル総書記死去ということになりました。あのどうなんでしょうか石田さん、はい、特に朝鮮半島情勢ということになるかとも思います。これあの今年ですね、あのキム・ジョンイル総書記とあとビンラディン、オサマ・ビンラディンとあとリビアのカダフィ大佐、この3人が今年亡くなったんですよね。なんか胸騒ぎ感じません？そうですね、うん、まあ、何があるのって言われたら分かんないですけど、何かが起こりそうな気がしてならないんですよね。でやっぱりこれだけなんだろう、まあ、北朝鮮の場合3代接収になりますか、今度キム・ジョンウンがついて、ね、はい、もうこれまでそういう国ってないないですね。でそれが相当異例で、まあ、それと国境で合わさってる韓国っていう国と、はい、まあ、あと日本、もう北朝鮮がどういう方向に動くのかちょっとね見ていかないと、かなりこれ国防の問題に大きくかかってきますもんね。そうですね、まあ、かなりやっぱり危険というか地政学的な問題があるかと思いますけど、まあ、ただ経済的に見ますとね、それほどまあ大きな経済ではないということですから、まあ、あの今のままじっとしててくれればあまり影響はない。そうですね、逆にはね、そういうことで、あとはね、北朝鮮あのすごい天然資源ものすごい豊富な国なんで、その資源をちゃんと外貨に変えるっていうような方向にね動いてくれれば、その何もミサイルとか撃たなくてもね軍事とかでお金使わなくてもそうですかね、その資源の方のビジネスでなんとかその国の経済作ってもらいたいなと。なんかタングステンとか鉄鉱石とか石炭とか、yeah. ものすごい手つかずのまだまだ鉱山がいっぱいあるみたいなんですね。あ、そうですね。だからそのアラブの国々なんかがかなり北朝鮮には投資をしてて、そこでまあうまく北朝鮮 そのビジネスっていうか経済が回るような方向に進んでくれれば、ね、潤ってくれれば、そうですね、まあ、おとなしくしてくれるんじゃないかなと、うん、思いますから ね、これちょっと来年注目ですね、北朝鮮の動きというのは、はい、はい、次は第4位になりますかね、加藤さん。はい、では参りましょう、第4位です。これは遅くワールドインベスターズ TV 的には面白いんじゃないでしょうか。世界の人口70億人突破しました。70億人ですって。すごいですね。すごい。でこれね、国連の発表によると2050年にはこの100億人に達しちゃうらしいですよ。あのグラフ、あの曲線がだってもうこれもう上に突き抜けてますからね。そうですよね。ものすごい増加率なんですよね。地球の人口もう足りないですよ。食料も水も何もかも。ですね。かなりやっぱりその水とか食料って。今後先ほどのタイの話じゃないですけども、やはり話題になってくるんでしょうね。だからあのちょっと今落ち着きましたけれども、うん、去年から今年、まあ、夏場ぐらいまでですかね、結構穀物の値段が上がったりとか、ね、してましたからね、うん、そういった意味ではすごくそういう食料関係穀物関係の値段なんか問題になってくるんでしょうね、うん、ですね。でこの人口の増加に加えてこの新興国の人たちの成長、そうですね、ライフスタイルの変化、はい、それがまたさらにそのコモディティの不足に追い打ちをかけてるんじゃないかなと思うんですよね。そうですね。ただ、まあ、逆に言いますと、うん、そういったところでのそのビジネスチャンス、世界経済の拡大、うんうん、でこれがあの結構注目されてくるんじゃないでしょうかね。だから今回あの、うん、私すごく注目してたのがあのミャンマー、うん、ミャンマー ね、あれなんかもう6000万の人口があるっていう話ですから、うん、まあ簡単にそのまま日本のこうあれに置き換えちゃいけないんですけれども、例えばああいうところを一つ取ってみても6000万いるわけですから、うん、この人たちが購買力としてパッと出てきたとしたらものすごいですよね、うん、だからあの本当にそういったのが、まあ、例えばミャンマーだけじゃなくてもっと人口の多いところいっぱいありますからね、うん、まあ、そこのあたりがやはりどん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 広がってくれば、あの今までのなんていうでしょう、経済規模を考えたときに、うん、だからヨーロッパがちょっとどんどんダメになるとかアメリカがダメになるじゃなくて、世界経済自体がどん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 盛り上がってくるっていう、うん、まあ、いい方に考えれば、うん、まあ、そういったパターンも考えられますんで、うん、食料事情、水事情、このあたりのところがこうしっかりとこなしてこれれば、うん、案外なんていうんですかね、割とこう
ハッピーハッピーになれるんじゃないですかね。そうね、まあ、先進国はね、うん、技術力とかアイデア持ってるわけですから、そうですね、やっぱそこをね、そういう新しいその新興国の人口の多い地域にね、そうですよ、このうまくこのビジネスとして売り込めるようなことができれば、まあ、先進国経済もね、ちょっと軌道修正できるんじゃないかなと。そうですよ ね、だから本当タイとかインドネシアとかあの辺りの国にこう続けとばかりに行ってくれれば、うん、いいんじゃないでしょうか ね、 ね、ドイツの企業はね割と頑張ってるみたいですね、新興国で、中東とかアフリカの方で結構頑張ってるみたいですよ、うん、だからヨーロッパなんかは結構そのアフリカをこう植民地として見るんではなくて市場として見ていくっていう見方はやっぱ必要になってくるんでしょう ね、 うん、ね、うん、あとパートナーシップみたいな、ね、そういう意味でですね、うん、そういう意味でその市場としてその自分のところのなんつでしょう、今まではそういうようなちょっとこうところあったかもしれませんけど、今度はやはりその、まあ、お得意さんじゃないですけれども、それでまたうまくこうハッピーハッピーでいこうよというようなパターンになってくれれば、案外世界のところもいいんじゃないでしょうか。それがやっぱりアラブの春とかね、つながってくると思いますけどね。そうですね、人口70億人突破した2011年でした。そうです、来年何億人いくんでしょうね。でここでじゃあまた一旦コマーシャルですか、お知らせを挟みまして引き続き第3以降行ってみたいと思います。一旦コマーシャルです、はい、はい、世界経済を知る金融エンターテインメント番組ワールドインベスターズ TV の生放送最終回の66ライブを、六本木のワールドインベスターズトラベルカフェからお届けしております。引き続き、ワールドインベスターズ TV 的2011年の重大ニュースということでランキングをご紹介していきたいと思います。いよいよ第3位ベスト3ですか、加藤さん。では第3位をお伝えしていきましょう。ワールドインベスターズ TV 的今年の重大ニュース第3位は 3.11 福島第一原発事故ということになります。まあ、とにかくこれ政策対応、まあ、後手後手でですね、この年末に差し掛かってもバタバタしている、まあ、とにかく、今年で解決できない大事件でした。清水さん、爆発後の、まあ、事後処理も、はい、政府とか東電の対応もそうなんですけど、最近僕びっくりしたのはなんか東電なんかボーナス出るんですって。え、知ってます？なんかこの間ニュースも出てましたでしょ。東京電力ボーナス支給ですよ、社員に。考えられないですね。いい根性してるというか、なんか考えられないですよね。考えられないですね。やっぱりボーナスは返上ですよ。当たり前ですよね。でさらに電気代アップでしょ。そう、だから電気ってなんか本当になんか選べるところもあるみたいですけど、なんか選べないじゃないですか。選べないですね。ですよね。だったら僕だって別に東電から買いたくないですよね、心情的に。でも東京に住んでると、まあ東電から買わざるを得ないわけですよね。もうそれか家でこの自転車こいで自家発電するとかね。本当ですよね。ちょっとなんかそういった考え方がやっぱり、そもそもがその原発、まあ、私の知り合いのフランス人に言わせますと、そもそも原発をああいうちょっと政府の
管理下に置かないっていうのもおかしいんじゃないの日本みたいな国は、うん、っていうふうに言ってましたけど、うん、まさしくそういうようなところはあると思いますけどね。最初からもう本当なんでしょう、一企業に任せるんではなくて、うん、完全にその原発に関しては国営化してしまうとか、うん、いうような状況にしておかないとなんか話としておかしいんじゃないかっていうのも一つあると思います。ただどうですかね、まあ、本当にあの原発の対応、うん、最初にショッキングでしたよね。あの爆発する映像出てたじゃないですか。ショッキングでしたね。あれ見て本当に大丈夫かっていう、うん、ってなりましたけど、俺でもなんか大丈夫大丈夫って最初言ってたじゃないですか、うん、本当にってね。いや本当なんか起こりえないことが平気で起こる世の中になっちゃったんだなっていうのを感じましたよね、うん、すごいですよね。でもこれ本当に一番かわいそうなのは子供たちですよね。そうですね。だってあの本当にあれですよ、ちょっと前までその中国産の野菜は危ないって言われてたのが、今日本産の野菜が危ないに変わっちゃってるし、あと投資家目線から一つものを言うと、電力株なんつったらもう安牌中の安牌だと多分ほとんどの人が思ってたわけですよね。電力株っつったらまあ長期投資で配当狙いでずっと持っとけば、まあとにかく値減りしない、うん、でもそれが全部覆されちゃったわけですよ。そうですね。うん、ちょっとこれはいろいろその対応の仕方とかも問題あると思いますし、大変だと思います。ただ、まあ、実際に現場で働いている方はね、あの社長にしてもそうですけど、まあ、しっかりしてて、あの真山仁さんの書いたあの美人という小説知ってますか？いや、知らないですね。あのアメリカ、あの中国の方の、あの原子力発電所の話が書いてあるんです。あのハゲタカとか書いた作家の、はいはいはい、ハゲタカ僕大好きで、方なんですけど、その米人というのは上下巻で結構熱いんですけどね、うん、文庫で出てますんでね、あのこれ見てその福島原発の話と、うん、その小説を見てみると、うん、なんかすっごいなんかうーんっていう感じになりますよ。今度読んでみよう、うん、でも、まあ、本当にこれはもう早いとこ収束させていただいて、うん、なんとかもう本当にもう石棺なら石棺でもいいからどかどかやってもらって、うん、早いとこなんとかしていただかないと、うん、っていう感じはしますけどね。そうですね、というわけで次第2位ですか。第2位は、はい、第2もお伝えしていきましょう。こちらが東日本大震災です。死者行方不明者およそ2万人ということになります。これも驚きましたよね。しましたね。3月11日どこにいました清水さん。私は会社にいましたね。何階ですか。2階なんですけど、もう壁がピキッとか音するし、大変でした。下も見たら全部車は止まるし、人は溢れ出てきてるし、ちょうどあの会話帳にあったんですけど、まあ、すごかったですね。でもその時点でもう僕は帰るのを諦めましたけど。どうやって帰りました。もう泊まりですね。だけど本当にすごい良かったのは、まず会社にいたということと、電気が止まらなかった、水道も生きていた、周りにまあ少ないとはいえコンビニがあったと、食料もまあ一応ありましたんで。あの時もうね、コンビニの棚から一気になくなったってましたけど、まあ、で我々のこの66ライブも石田さん、一応放送の方は可能だったわけなんですね。やったんですよ。そうなんです。ちょうどあの日、私もちょうどあの会話町周辺から偶然タクシーを1台捕まえることができまして、で地震が起きた後にあの本当に偶然タクシーに乗れて、ちょうど六本木まではひとまずたどり着けるたという状況だったんですね。ここのカフェもですね、あのグラスとかそういうのが全部倒れて、もうガラスがこう散乱してて、でその状態でこうやってみんな掃除をして、大変でしたね。そうですね。でもまあ本当にすごい大変な人もいっぱいいましたからね。まあ、とにかくたくさんの方がね犠牲だったんで、まあ、ご冥福をお祈りして、ちょっと来年、ちょっとね、そうですね、あとはもう本当にいかに復興して元気を出していくかと、残された方が、そうですね、我々が元気出さないで誰が元気出すんだっていう、もう前を向いてもう引っ張っていくしかないですね。そうですね。はい、こんな事件が3月に起こりました。続いて、はい、第1位は何でしょうか。加藤さん、はい、参りましょう。ワールドインベスターズ TV 的2011年重大ニュース、今年のトップ項目はやはりこちらです、中東北アフリカ政変、アラブの春です。いや、これも僕すごいびっくりしましたけどね。まさかあんなことになるとは。ですよね、エジプトから始まったですよね。チュニジアからですね。チュニジアから始まって、エジプトに移って、リビアに移って、そこからそのシリアとかあの辺もバーッと広がって、いや僕何がびっくりしたかっていうと、リビアがね、あんな、ね、もう戦争じゃないですか、ほとんど。そうですね、もう戦争、内戦ですからね。内戦ですからね。あんなことになるとは、
思わなかったですね。で知り合いのね、あのエジプト人に言わせると、リビアの国民はバカじゃないのかって言ってました。あのカダフィはそのちゃんとなんか国民にも分配をしてたらしいんですよね、うん、エジプト人が言うには、でもなんかその中でやっぱり、まあ、40年間でしたっけ、カダフィが握ってた政権をなんとかも倒したいみたいな、なんかそういう空気感がやっぱりものすごく大きくなって、うん、でそういう空気感を大きくするのに一役になったのがフェイスブックですよね、はい、ソーシャルメディア。そうですね、もうソーシャルメディアがもう今年はだいぶもてはやされたと、うん、まあ、確かにあれは便利は便利ですけども、うん、本当の使い方ですけどね、使い方次第ですね、もう本当携帯とか刃物とか自動車と一緒で使い方間違えるとなんかすごい大きな武器になるそうですね、言えますし、まあ、だから本当に、まあ、いい方向に行ったのかどうか、まあ、今後のやはりそのアラブの春はいいんですけれども、うん、夏が来て秋が来て冬が来てちゃんと、うん、ちゃんと時代が進んでいくのかどうかと、そうですね、いうところだと思いますけどね。あの現地の情報によるとね、エジプトはやっぱりまだ大変らしいですよ。あ、そうですか。もう仕事もなくてやっぱりなかなかその国も落ち着かなくて、で、まあ、とにかく当分時間かかるんじゃないかって言って、あのアブダビ投資の人間が言ってましたね。なるほど。リビアはね、石油がやっぱりあるんで、周りの国々がある程度支援をしながらその組み立てていくっていう方向にはなってるらしいんですよ。でもエジプトっていうのはちょっと時間かかるんじゃないかなって言ってましたね。なるほどね、うん、まあ、ただ本当あの経済的に言えばあの辺り落ち着いてきて、あの非常にまあ経済活性化してくれば、それこそ先ほどの話じゃないですけど、生活水準ポコッと向上してくれば購買意欲がかなり増えてきますので、まあその辺のところでうまくいってくれればそれこそ紛争もなくなるでしょうし、逆にいいんじゃないでしょうかね。というわけで第10位から第1位までお伝えしたんですけども、いかがでしたでしょうか。CM の後、さらにちょっとまとめてみたいと思います。一旦コマーシャルです。あなたはなぜ世界のプロトレーダーと投資家たちが成功しているか知っていますか。それは彼らがよく理解しているからです。彼らは研究と努力を惜しまないのです。そして彼らは最良の条件を求めているのです。そして彼らはインタラクティブブローカーズへたどり着くのです。私たちのプラットフォームとサービスは特に金融機関の皆様のためにデザインされたものです。インタラクティブブローカーズ Stocks, Options, Futures, Forex, Worldwide From One Account。 日本のグローバルプレイヤーが世界を動かす世界の指標価格、価格変動のリスク回避、資産運用の選択肢、世界最高水準の取引システムがコモディティの未来を変える、東京工業品取引所トコム。はい、ということで今年最後の66ライブは、石田さんそして清水さんとともにですね、ワールドインベスターズ TV 的今年の重大ニュースを振り返っていただきました。並べてみますとこんな感じになります。今年のトップはアラブの春ということになりました。清水さん、石田さん、まあ、こう並べてみますとやっぱり結論が来年に先送りしてしまっているものがすごい多いんじゃないかなと思うんですよね。ですのでなんか2012年1月とは言わず、なんか2011年13月とか、なんか今年がまだ来年も続くんじゃないかなという感じがするんですよね。結構なんか長期的にずるずる引っ張るようなそういうニュースばっかりですよね。アラブの春、アラブの民主化もそうだし、東日本原発もそうだし、人口70億人もそうだし、あと金正日総書記の死去、この北朝鮮の、ね、今後はやっぱり長引きそうですし、あと欧州の財政危機とか、アメリカ、僕もちろん長引きそうですし、なんか来月、再来月とかで解決するような問題ではないですよね、こう何年も何年もなんか引きずるじゃないかっていう。そうですね、ただもう私も本当に常に考えておりまして、最近特に。今週月曜日の放送でも話をしたんですが、やっぱねちょっと悲観的すぎるんじゃないかなと。もっとなんか楽観的に見てもいいんじゃない。だ先ほどの国債の格下げの話じゃないですけど、別にアメリカ潰れないでしょ、大丈夫でしょっていう感じでですね、行けば案外乗り切れるものっていうのが、すごい能天気みたいに見えますけど、だけどなんかこうなんて言うでしょうね、
まあ、なんとかなりそうなところを深刻に考えすぎてなんかかえって悪化してるっていう、そうですね、そんなような面っていうのがすごく気になるんですよ。うん、だからもう何て言うでしょう、ここまで悪化したものはしょうがない、悪くなったものはしょうがない、亡くなった方はしょうがない、うんうん、そういった形でちょっと前向いて少しこう楽観的に言ってみたらどう、うん、ギリシャだって潰れてないじゃん、なんとかなるじゃん、うん、っていう話ですよ、うん、でちょっとそういう見方をねしてみようかなと個人的には思ってるんですね、うん、だからあの、周りの方がこう深刻な顔してお前なんかドテキじゃないのって言われつつもですね、うん、なんかもうちょっとこう明るく、まあ、ヘラヘラって言ったらちょっと語弊ありますけど、うん、そんな感じでやってみてもいいんじゃないですか。いやもう同感ですね、やっぱりその人間の感情ってすごい伝播するんで、一人が悪いこと言うと悪いことがバーってやっぱ広がるじゃないですか。そうなんですよ、逆に楽しいこと言ってるとその楽しい雰囲気ってまたバーって広がるんですよ、で結局経済とかマーケットっていうのはやっぱりその人間のそのメンタルで動く部分って多いじゃないですか。そうなんです、誰かが悪い言ったらもうなんか全体が落ち込んでくるし、で悪いって言わなきゃいけないような風潮になってきて、うん、悪いって言ってるうちに本当に悪くなっちゃうとかね。そうですよね、うん、ありますからね。だからまあ本当もう少しこう楽観的に前向きに、うん、そうですね、言ってもいいんじゃないでしょうか。そうですね、はい、ということで重大ニュースを締めくらさせていただくわけなんですが、はい、前向きにということでですね、このワールドインベスターズ TV66 ライブは今回最終回となるんですが、新年前向きに90分の拡大放送ということで、はい、一新、もう番組リニューアルですね、はい、リニューアルして新しい番組でお届けします。それが石田さん、はい、こちらです。はい、こちらですね、投資家の投資家による投資家のための WITB、 名前一緒なんですね、66ライブただ90分っていうのがつくんですね。なるほど、 WITB66 ライブ90分、はい、来年新年の2012年1月9日月曜日のこれ時間がなんとゴールデンタイムに移動ですよ。これまで5時50分だったのが夜7時、19時、はい、19時からオンエア、毎週月曜日の19時から20時半までの90分間の生放送、これまでと同様に六本木のワールドインベスターズトラベルカフェ、こちらのスタジオから、たくさんの MC の方々とゲストの方々みんなで面白い番組をですね、前向きに作っていきたいと思います。そうですね、盛り上げていきたいと思いますね、はい、というわけで今年1年なんかあっという間でしたけど、石見さんありがとうございました。ありがとうございました。またちょっと来年もね、ぜひ、あの楽しく番組作っていけたらなと思いますんで。そうですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかあのテレビご覧の皆様にメッセージがある。そうですね、本当にもうあのなんていうでしょう、こういう特に投資の世界とかもう相場の世界っていうのはもう本当に、ね、あのなんか悪い方に考えるとどんどん悪くなってきますから、もう本当にあのなんか清水のバカかなんか言ってたなと思っていただいてそれであのあいつのせいにしとけという形でもっと前向きにしていただければいいと思います。はい、ありがとうございました。というわけでワールドインベスターズ TV とワールドインベスターズ TV の、MC のキャスターの方々も、2012年もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来年お会いしましょう。良いお年をお過ごしください。ありがとうございました。